お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらの小月ちゃんやっていきたいと思います。ではこちらの小月なんですけど、まあ、半年ぐらいにね、多分流行ってたやつがちょっとリニューアルされただけなんですけども、これが今めっちゃ強いです。で、多分ゴルナイ持ってない方もいると思うので、まあ、替えのカードこれなんかいろいろあって、まあ、軽く言うと、まあ、ゴルナイの替えが U のかな、で、フキアの替えがプリンセスと、で、ウッドの代わりがデリバリーというわけで、まあ一応替えも効くので、ぜひね、どれか持ってないよって方でもちょっと試してみてください。ということでやっていきます。まあバレルとあとウォールブレイカーも入ってるので、結構イケイケでね、で回転も早いので、はい、しっかり攻めていきたいですね。で、このユーノとかの枠がね、ゴルネアになったことによってメガナイトとか、あの、まあ陸系で優秀になりましたし、まあ、あと最後の削りというか、そのまあ削れるは削れるんですけど、バレルとウォールブレイカーで、まあ、バレルとウォールブレイカーしかないんでね、まあ、最後の最後のね、削り切るっていうところとかね、ちょっと苦しかったんじゃないかなっていうところで、まあ、ゴルナイでもプレッシャー与えれるのがね、ちょっと強いのかなと。さあ、というわけで、トルネスケブベビー、ゴレーっぽいですけどね。いやー、アイビズが降ってきました、上から。さあ、アイビズベビーのトルネ、まあ、ゴレーかエレジェイか2択で、エレジェイ来るとこれ激渋ですね。で、今回次タルババのサイクルなんで、トルネ使ってね、これ横にずらしてあげるといいです。相手がタルババのデッキの時は両横に、相手がウッドのデッキの時は前後にね、ゴブリンバレルの位置をずらしてあげると結構ダメージ入るんでね、マジ知ってて損はないと思います。さあ、吹き上げね、吹き上げ頑張ってほしいな、吹き上げ頑張ってほしいな。いやー、これボーラーのさ、あの岩入るのやばいんだよね、マジで。さすがに結構疑惑なね。結構疑惑で。いや、このインドラマジで嫌いなんですよね。やばすぎる。インドが飛んでると。で、ドラドラの、まあ、スケラフリーズかな今回は。はい。なんで、まあ、まあ、ゆっくりまったりやってると、こんな感じでね、スケラプラスでダメージ受けちゃうんで、結構ゴリゴリに攻めていきたいと思います。ワンチャンフリーズ来たら即吹きや。で、スケルトン部隊だったらかな、これはまたやばいんですけど。で、スケラだったら、あれがないんですよね。アイビズ踏みか。あー、これやばいな。アイビズ踏みめっちゃ強いな。よいしょ。さあ、で、どうしようかな。ムート出しながらね。うわー、しっかり近畿通してくるよと。まあ、どうだろうな、これ。相手のボーラーが地味に嫌だよね。まあ、相手吹き矢とかも嫌だろうしね、これ。延命しながらね。おい、来るね。まあこれはなんか頑張ってほしいな。残ってるユニットに、残ってるユニットにちょっと、うわ、めっちゃすげえ、めっちゃすげえ感じになるものの、よしよしよし。いや、これダメアドがさ結構やばいね。このてかアイビリズでさ、これやばいわ。ウォールブレイカーゴリゴリに止まるのちょっとやばいね。前ではなかったんで、それがね。さあ、で、これまあスケルトン部隊もワンチャンあるしっていうのを考えながらの、ソウルウェイが2発入っていく。まあこれ逆サイドっすよね。やばい、ちょっと良くないことをしたかもしれないんですけど、うん。さあ、シーバー取るね、ナイス。で、ここで走らせながらのスケルトン部隊、これ相手出しにくいぞ。いや、フリーズしてるんだけど、いや、ゴルナイフリーズガン無視した、あっつ、ちょっと待って。いや、結局ね、これなんですよ。そのやっぱゴルナイのこのなんだろう、バレルも何もね全然刺さんねえよっていう時にこれがマジで強いっすね。うん、結局よいしょ。さあ、ゴルナイゲーです。ゴルナイで芝居って、これでウッド裂くと、相手マジスケラフリーズやり得なんでね。ウッドはちょっとあんま避けたくないよねっていうのを、まあちょっと考えながら、これ止めたいですね。ボーラー入っちゃうと、ちょっとスケラ結構受けちゃうんでね。もうフリーズもあるんでね。さあ、しっかり耐えて、いやー、取れてくるぞ。いやー、いいよ。これさ、倍返しだな。いやー、あれマジであれマジで。いやー、それはやばい。うっとうしいな。いや、マジで熱くね。いや、なんで、ゴールで走れ。
いや、これさ、相手、空がね、あち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 。いや、ゴールだよ。ゴールだよ、ゴールだよ、ゴールだよ。ゴールだよ、もう一回走って。おかわり、おかわり、おかわり、おかわり。おかわり欲しい、おかわり欲しい。で、まあ、飛ばし毒、吹き矢丸。さあ、これ終わったな、相手。いや、神打って生きた。いや、なんで。いや、でも吹き矢が残ってる。よし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 。いやー。でけー、マジ、ゴールナイゲーでしたね。間違いなく。今回に関してはゴールナイのおかげで勝てたっていう。まあ、でも、これがね、やっぱこのデッキの強みというか、前よりのね、あの前よりも強化されたっていうね、もうめっちゃ強いんですよ。さあ、というわけで、まあゴルナイ暴走でしたね。まあなんかでも、アイスイズちょっと嫌だったな。ね、ウォールブレーカー踏むみたいな。あんまさ、まあアイメズの強化も使う場面が結構限られるんですけど、まあ、マジでウォールブレーカーには強くなったね。そう、直踏みで。守りやすくなったって。さあ、これゴルナイバグがな。なんで煽る要素があるんだ。さあ、ゴルナイね。このバグなければ、このプリンスの突進も本当は入らないんで、もっとカウンターなるんですよね。で、コウモリですね。これ。確定コウモリなんで、読み吹き矢外しました。やばい。まだこう、タゲが、さてはやばいな、これ。さてはやばいけど、いやー、耐えれる。痛ぇ。さあ、ゴブジャイ PP の、ゴブジャイ PP ですね。いやー、これ許容できます、男の。なんか、ゴルナイ咲いたらね、結構コスト使いすぎになる気がしたっすね。さあ、これバグがなければ、マジでこの年、これでね、耐えれたんですけどね。さあ、まあまあ、ファイブを使ってくれた。で、今バレル飛ばすと、結局ギャングで守られちゃうんで、まあ一旦ステート。で、相手はファイブザップなんですよね。ゴブジャイ PP は。はい、だからまあ、無理せず、まあ守りながら、バレル飛ばして、オールブレイカー飛ばしてしとけば、まあ、なんとかなるでしょっていう話なんですよ。いやー、これ美味しいっすね。だって相手からしたらこうやって守るの大変よ。ギャング咲いて。まあ、コウモリあるからみたいな多分あると思うんですけど。そうか、ちょっとね。逆サイに行っちゃうっていう。うざいよ、これ。しかも前と後ろにしてるんでね。よいしょ。いや、でも俺やべえ。あのさ、違う方がやべえ。いや、ハンター？いやー、素晴らしいハンター。てか、右側さ、相手が鬼許容したことによって結構ダメージ入ったな。いや、俺もまだ泣きてんだよな。でさ、これバレル飛ばして、このダックピックガムシというか、吹き矢だけで抑えます。手前でもよかったな、やっぱ。うん。で、これも守ればいいんだよ、僕。よしよしよし。で、こっちね、ちょっと攻めて、コストも使わせながらね。で、これウッド使えば絶対守れるでしょ、ファイブ使ってね。よしよし。そしたら、さらに自然なね、カウンターにもなります。ここでね、あえてこっち側にプレッシャーかけてあげるんですよね。うざいよ、これ。さ、吹き矢が入る。いや、つや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 。さ、なんならこの間にね、ハンターが全とかしてます。あと、72です。さあ、最初に煽ってくる方はね、大抵グッドゲーム言ってくれます。オーケー。さあ、グッド！いや、なんかいいね。やっぱ防衛施設ないんですけど、ハンター、ムーと、ゴルナイ、まあ、吹き矢と、あるので、ある程度の火力も出るんで、結局守れて、さらに、ね、自然とカウンターの形がなるんでね。まあ、そういった部分でも使いやすいと思いますね。さあ、キング、この人ね、スケラフリーズ、アチャボーラーで、まあ、インフェメガゴなのか、墓石メガゴなのか、だったと思ったんですけど、ダックプリ来たんで違います。はい。さあ、高めこのスケ2発受けれます。いやー、もう一発、ゴール2で。あ、もう察しましたね。これはもうやつですね。スパちゃんじゃない？これもう。あーですよね。吹き矢でウッドでスケが多分回ると思うんでね。よし。やべ。やばい。なんとスケやねんこれ。さあ、矢沢くんか、もしかして君は。いや、てかレイジだったな。レイジザップくんですね。はい。まあ、レイジザップってことは、
まあ、スパーキー嫌ですけど、僕これリセットないんでね。けど、低めムートだったり、低めハンターだったり、低め吹き矢が全部生きるんですよ。まあ、そういった意味で考えると、まあ、全然戦いやすいかな。さあ、ゴリゴリ行ってあげてね。これ、ガン無視で来んのか。来るね。来るね。えぐいな。よいしょ。さあ、これミニペだけね。いや、急にうまい。さっきすっげえヘナチョクだったんだけどな。いや、入るんかい。無視したんだけどな、わざわざ。まあ、打っとっとけばね、安全ではあったけど。まあいいや。さあ、ええ感じに足りましたね。なんかハンターさ、ここ最近マジでいないんですよ。今も別にいるわけじゃないんですけど、この枯渇デッキではめっちゃ優秀ですね。うん、まあたまにバルーンハンター使ってる人いますけど、まあこのデッキだとガチ必要なんだよな。さあ、ネクロとかマジゴルナイでしばけるんだよね、結局。ゴルナイダッシュの餌っすよ。さあ、で、ムートちょっと高めでいって、ムート壊れたら施設になってくれるんでね。はい。ありがたく施設になってもらいながらね。やべ、俺さ、あー、待って。やべえ、すべてが。あ、すべてを失いました。たまにあるよな、このマジ。すべて失っちゃうんだよな。いやー、まあ、真ん中チャイだけ警戒してね。うん。さすがに大丈夫でしょ。オッケーオッケー。からの、外側バリルの真ん中ムート。したらね、どっちか。定位置のバリルだと、内側ユニットで受けられてね、何も入んねえってなっちゃうんだよね。今みたいに外に出すと、外にユニット出して、入ったりとかもあるんでね。いや、吹きは、それチーターじゃね？で、これもうね、逆に来てほしい。あ、ゴルネード使ってもいいか。いやー、いいよ、3P。オッケー。まあ、これもね、このウォルフェイカーの強みと。さあ、今日はね、非常に賑やかなクラロワです。さあ、よろしく。開幕バレルいっちゃいます。これ、相手がね、もうトルネ持ってなかったら、バカ刺さり、ウッド持ってなかったら、はい、来た、熱っていう初手芸をかましていきます。自分がされたら萎えますけどね。さあ、ボーラーなんで、まあ、バルーンかスケラかの二択ですね。さあ、このコウモリがすごい嫌ですね。ああ、でも、そのコウモリがあるってことは、やばいですね。これ、ジャイスケラの方ですね。ボーラースケラって、なんか全体的にユニットが重たいスケラもあるんですけど、極まれにね、このジャイダクネボーラーみたいなね、やべえスケラがあるんですよね。で、これ、スケルトン部隊とか入ってるんですよ。だからまあ、嫌だよねっていう。でもまあ、これにスケブ裂いてほしいよねっていう。で、俺はまあ、両サイド攻めたいね。相手の攻めたい方の逆を攻めたい。で、スケルトン部隊がこれ絶対いきます。はい。100-0でいきますからね、こんな感じで。で、吹き矢で守りながら、ゴブがちょっと殴ってほしいなんてか、小屋でもな、HP、しょぼくなったからな、結構でかいね、これ。てか、スケキン13だ。スケキン信者来たな。さあ、まあ、ボーラーやばいけどね。で、これはフリーズとか相手ないんで、やなめのタイプの人なんでね。これゴルナ走って全時してもらって、走んなくてもよかったか分かるんです。で、スケルトン部隊結局いるんで、出てから、おー、それは美味しい。もう一発？はい、でかい。今、確定スケブきます。ザップも多分ないのかな。やなめだけか。いや、これゴブゴヤ置くタイミングで被れば熱いんだけどな。ゴブゴヤちょっと壊してほしい。さあ、いや、脆くなったな小屋も。ね。もっと硬かったよ。で、ボーラーで受けてくるのかな、それちょっとわかんないんですけど。おい。ゴリゴリね。ちょっと、攻め攻めでね。で、これでダメージ稼ぎたい。OK。よし、しかも右が入るの結構でけえ。で、ヤナメサイタ、オールブレイカー出して、ヤナメサイタの吹きは最強ですね。吹きは最強です。誰が何と言うと最強なんです。で、召し上げて、で、ここでしか逆サイをね、言ってきます。で、からの、こっちなんですよね。結局。いや、お前どっち行くんのってなるんで、相手からしたら。いや、強い強い強い。で、ここはスキル使わずに、しっかりユニットで、ゴルネイのスキル狙いながらね。
いや、これはウッドでいいな。あ、でもムートバカ刺さってるわ。終わった。ナイス。さあ、ゴルナイダッシュ使って、ウォールブレイカーも追加してと。で、これ普通に考えてね、山辺もあってさ、めっちゃきついじゃん。でもこれで勝てちゃうんですよね。まあ、これが、まあ、ゴルナイだったり、まあ、あとはこう、全部のね、カードパーがちょっと高いですよね。ムートだったり、フキアだったり、まあ、ハンターはなんともいないですけど、いや、めちゃくちゃ完成度高いね、枯渇だと思うんだよね、これ。まあ、なんかね、やっぱこう、ある程度強い形っていうのがね、決まってるというか、まあ、あるんですよね、ある程度。なんで本当にこの枯渇も、やっぱゴルナイ持ってない人も、結局ゴルナイじゃなくて、ユーノとかでも、まあ、ある程度強いんですよ。まあ、それでやっぱ流行ってましたから。いや、マジで。お前、朝7時やぞ、こっちは。どんだけ元気やね。やるか。あ、俺だ。タレベ13だ。すげえ。あ、すごくもないか。全然。終盤だったらやべえ、バケモンじゃんと思ったんですけど。さあ。ド M だな、でも。13でやるのは、まあ、すごいか。さあ、インドラ、インドラスキブか。まあ。まあ、重量級。初見殺し。ラバか。これ一応ダッシュすればね、リセットできるんだよね、これ。タゲ。これやばくね？ガチ強くね？いやー、これバルーン来そうだな。バルーンちょっとめんどくさいっすよね、このデッキ。まあでもこの、圧でね、圧というか、このユニレベの暴力で、どうにかなりそうだけどな。さあ、ムートだけ行って、バルーン、これな、ラバに何も出さずに、あの、バルーンつけてきたら、まあ、そのバルーンにこう、なんかみたいなね、できるといいんだけど、と思ってるんですけど、スケブ守るように吹き出します。いやー、これ敗北かな。敗北来たらなえる。あー、なめ、全然いいや。よしよし。このね、後からのバルーンに確実へのハンターが強いんでね。さあ、しかもミリで残ったらこれ繋げてもいい気がするな、ゴルナイぐらい。うざいでしょ、だってこれ。で、墓石あるんで、オールブレイカー出さないですね。これさ、タワー行くよ、多分。で、墓石が壊れてから、オールブレイカー追加ですね。さあ、なんかスペル使ってくれや、と思いながら。いや、バルーンワンチャン来てもおかしくないけど。さあ、これちょっとダメージ稼いでいきたいですね、僕は。うん。このバレルはヤンキーだったか、ちょっと。まあ、いいや。で、相手のスペル忘れたな。ファイボだったっけ、ヤナメだったっけ。マジで忘れちゃったんですけど。まあ、これは生き毒。生き毒侍。よいしょ。いや、やばい。いや、ナイス。いや、ゴルナイ天才。で、まあ、ここは、マジでバルーン、ラバ出してもバルーンつけられて終わっちゃうんで、そうなんですよ。ここはもう攻めるのが正解なんですよ。守らない。で、まあ、後からケアみたいなね。さあ、そういうので、まあ、確実にね、しっかりあと、事故らないようにね。僕の事故るのは、このインドラが入ることであったりとか、まあ、なんだろう。まあ、とりあえず、なんかの事故ですよね。よいしょ。別にこの吹き矢にヤナメを撃たれたところで、タワー落ちるわけでもないですし、なんならこのさ、ゴルナイダッシュゲーミング決まったくね。いけいけ、全部いけ。でも9体だからな。ミリ足りねえ。さあ、勝てるよね、というわけで、ちょれい。まあ、なんかどっから止めても空きついじゃんってなるんですけど、しっかりね、バルーンにハンターを当てるだったり、捨てて吹き矢で回収して、その間に陸でめっちゃ攻めるだったり、ある程度ダメージ受けるけど、それよりも大きいダメージを僕が当たればいい話なんで、まあなんか無理に守らないっていうのも大事なところですね。はい、というわけで今日はね、このゴルナイの、まあオールブレイカーバレル枯渇デッキ派やったんですけど、まあなんかこのマジいつもいるね、このムート枯渇みたいな。そう。で、毎回形がちょっとずつ変わったり変わんなかったりするので、まあ、デリでもプリンでもユーノでも、まあ、最近バルキリーとかでも多分使えると思うんでね、ぜひね、この子活用でやってみてください。よければチャンネル、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。